別白の気合が境内に響き渡ります。薩摩の剣術、薬丸自顕流の稽古。自分自身の心だったり、まあ、あと体力もなんですけど、それを全体的に鍛えられているんじゃないかなと思います。ふるさと鹿児島、ふるさとに学び育む青少年運動、鹿児島地域塾などについてお伝えします。黙祷。黙祷やめ。薩摩藩時代の教育制度五中、異なる年齢で学ぶその精神を薬丸自顕流顕彰会では今も連綿と受け継いでいます。まあ、普段の生活の中では出さないような声で動きであったりを通すことを体験することによって、自分の殻が破れるといいますか、私どもとしては感じております。朝稽古は毎週日曜日。会のメンバーは幼児からシニアまで現在20数人。楽しいです。刀とか棒とか叩くのとか、そういうのが好きです。なんか歴史の本を家に持ってて、お侍さんがすごいかっこよくて、こういうのをやってみたかって楽しいし、なんかもっとお侍さんになった気分がするし。検証会では学校での体験講座にも力を入れています。郷土には、すごい方たちがいらっしゃって、すごい歴史があって、困難な時世を自顕流で叩き上げてきた、乗り切ってきたという、そういう偉業を次世代へ、子たちへバトンタッチしていくと、残していくということを第一理念に掲げておりますので。地域で青少年を育て、グローバルな人材を育成する鹿児島地域塾。県内に113団体、年々活動が広がっています。部分が一番自分にとって学びになりますか？大人の方々と交流を重ねていくっていうのもそうなんですけど、自顕流を通していろいろなことを、心だったり体だったりを鍛えたことですかね。県では悩みを持つ子ども、若者のための相談支援窓口を開設しています。まだ頑張れるかなとか、もうちょっとかなって、この自分の悩みってちょっと引っかかった時点、うまく言葉にできないけれども、なんとなく不安だなとか、そういった時点でご連絡をいただければと思うんですけども、対面以外でも電話、それからメールでのご相談もお受けしてます。県ではまん延防止等重点措置の適用に伴い、8月20日から9月12日までの営業時間短縮要請に応じていただいた飲食店などの皆様へ協力金を支給します。申請書類を県ホームページなどで入手し、簡易書き留めかレターパックで申請窓口にお送りください。申請期限は11月5日で、当日消印有効です。詳しくは県のホームページをご確認ください。